カッシーナ。1927年に設立されたイタリアを代表するトップブランドの一つです。革新性と職人の技術力が際立ち、卓越したデザイン性とともに時代を超えて人々を魅了し、信頼性あるリーディングブランドとして国際的に高い評価を得てきました。そんなカッシーナのアイコン的なモデルが1973年に発表されたこちらのソファー、マラルンガ。デザイナービコ・マジストレッティの最高傑作の一つともいえ、温かみのあるフォルムと素晴らしい座り心地のソファーですが、最大の特徴は背もたれが上に伸びてヘッドレストになる機能。この高さを調節できるヘッドレストのアイデアは多くの模倣を受けましたが、クッションの中に自転車のチェーンを埋め込んだ前衛的な機構はカッシーナが特許を取得しています。2014年には40周年を記念してファブリックを取り外してクリーニングできるようにするなど、より現代的にモデルチェンジが行われ、発売以来世界的なベストセラーとなっています。そしてカッシーナで今特に人気を博しているのがこのキャピトルコンプレックスオフィスチェア。20世紀半ばにスイスの建築家ピエール・ジャンヌレがインド・チャンディガールの建築群のためにデザインした家具へのオマージュとして復刻されたものです。肘掛けを支える逆 V 字型のサイドバーは無垢材のパーツで、背もたれとシートは木製フレームに籐が編み込まれたものが貼られていますが、これは地元の木材やこの地方の特徴的な要素を使ったものです。こちらのアームレスタイプのチェアもサイドバーを短くして V 字型に配置していますが、シンプルでありながら力強さも感じさせるデザインです。カッシーナが期待を込める新作がこちらのモジュラーイマジネーション。デザインを手掛けたのはバージル・アブロー。彼はカッシーナとともにコンテンポラリーデザインにおいて重要なモジュール性の意味を探求しました。モジュラーイマジネーションは幾何学的で自立した2つのサイズの基本ユニットからなり、人々のニーズや習慣と調和しながら様々な環境に適応。専用のコネクターで複数のピースを連結して固定し、多彩な用途を生み出します。それは機能性の尊重、表現力とシンプルな形状、卓越したクラフトマンシップなど現代的な原則に基づいたものなのです。この偉大な芸術家とのコラボレーションによって生み出されたコンセプトがカッシーナのネクストを象徴しているようです。